澄み切った秋の空に月を望むって訳してます。一番難しいのがローで、これの応変とこの応変の位置がちょっと違うんですね。これはこれがあるんでちょっとこっちから書いてます。これはこれがあるんでちょっとこっちから書いてますから少しずらしてください。これはね横3本なんですけど、3本目縦でいわゆる郵便局みたいなマークにしても結構です。で行書はね、O を書くでしょ、率を書くでしょ、月書いたらこっち来て、でこう来てこっちをまず書いて、で1、2、3で書いてみてください。ただしこれも OK です。こう来てこれを最後も構いません、それも構いません。で草書いいですか。一番難しいのがロー、この O がねここに来てます、下に、うん、それを使いました。でこれはね O 辺はこれ横が長くないんでこれも短くしてます。長いのは一例しかなかったんで文字自体のようにね、これ短くしてますからそれ了解してください。この辺はねふらりふらり書いてください。で月はねわざとこれ下を、うん、ずらしてます。皆さん何たってね一緒に住んでる大好きな人たちばっかりなんでね、じゃあ行きます。はい見てって、あこれをねちょっとこれ書きますね。今こうやっておくとね意外とね O という字のね位置関係が分かりやすいんでね、これはねこれ中に書きます。これがあるからね。でこれは少しこっちに書きます。ふっくら書いて1、2、これ縦でも OK です。こちらの長さよりも左を伸ばしてください。こう開けて開けて、で月はねいいですか、1、2、3、4、5で書いてください。皆さん早いんだ、これ2で書いちゃうから5まで伸ばしてください、ね、じゃあ行書いきます。ここねちょっと見ててください。ここはこれ応変のところもちょっと書きづらい方がいたみたい、書き順がいいですか、見ててください、こう来てこう来てください。少しこっちからね、こう月を書いた最終角こっち来てこう入って、でこうこう来てもいいし、こちらどちらでも結構です。それとこれ突き抜けても結構です。これよりもこれがこう右に来るようにしてみてください。いいですか、ね、はい。じゃあ一番難しいと思われる草書いきましょう。これはねなるべく たくさん墨をつけてねゆったり表現してやってください。ゆったりね、はい、いきますよ。ふらって書いてみて、ね、こう来て
こう来て、これ短くして、ってやってみて。ね、こんな感じね。